マジで神ですね。本当に儀式コース来てくれましたよ。これだったらもうさすがに被弾せずにいけるでしょ。よし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 、もうこれ勝ちパターン分かりましたよ。自分がサンダーを引く、後ろから行く。そうすればもう むやみにね、甲羅に当たる心配もないですから。あとはね、このコースですから3本に当たらないだけですね。さあ今日それだけ気をつけていきましょうか。儀式していきます。儀式に心配のある方はですね、こういう感じでですね、ステップするなりして、少しずつ前進んでいけば回線をする心配は少しは解消されるかと思います。なんかいい感じにね、コイン集めたいのに、なんかもうあれですね、バナナ置いて僕の対策してますね。これ知らんしたら終わりっていうの分かってるんですね。これ皆さんもしかして分かってるんですかね。名前が名前だからってさ分かってるんでしょうね、これ。さあということで、スタートこれ緊急のだから、これやっぱ意図的にサンダー引きに行くしかないのかな。言いたいところですけど、やっぱこのコースなだけあってみんな下がってるから、ちょっとなんとも言えないですね。なあ、でもちょっと無駄に前出すぎたな。あ、なんか嫌なの持ってる？持ってないよね、これ。さすがにこれサンダーじゃないよね。今のスターだよね。でもスターでも引かれたら終わりだから、終わりだっていうことを言ってて変わりはないので、おっと、今の人みたいに3本に被弾したら終わりだからね。ここは気をつけていきましょうか。キラーだよね、そして。キラーですからね。キラーですからね。ちょっと後ろさん、後ろからなんかスターが迫っておりますが。さあ大丈夫でしょうか。これはちょっともう少しぐらいは攻めて、危なっキラーはね、もう時間稼ぎでできるからいいですよね本来だったらこのコースではそんなに強くないですけど、おお、危ねえ。これがスターだったら僕は死んでましたね。さあこれでサンダー回避無事にやっていければもう僕は動か、あ、近くなわけですけども、危ねえ。 あそこにキラー持ってる人いるやん、怖いですね。ちょっとこれキラー持ってる人引きたいので、行きましょうか。さあこれノー被弾で本当にいけるんじゃね。でもサンダーが来ないな。でもサンダーが来ないから、まあサンダー来なかったら来なかったでいいよ。あ、赤く持ってる人がいる。よし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 、前投げてくね。えらいえらいえらい。あとあと本当ここ後ろから囲持ってる人いるやんけ。これえらいなって落としたら、これかよ。うわ、これゴールできる、ゴールできる、ゴールできる、これだけ、これだけ、これだけ。おーしよ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 し、あーよかった、やったー、やっぱ作戦成功だわ。ただしサンダーも出なかったから、あ、これ本当にこれでいいのかなって感じではありますけども、とりあえずまあ第一ミッションはクリアってことではい、ありがとうございました。次はまあ儀式なしで今のを成功させることにしましょうということで、ご視聴ありがとうございました。やっと言えましたね。また会おう。